皆さんは県議会にどのような役割があるのか知っていますか？県議選の候補者は誰も知りません。現職の方も4年間おるんですけど、誰も会ったことはありません。ま、市民の声を聞いてえま、そういう会議をして、まより良いマッチを作るみたいな感じですかね。県民の声を議会に届けるという形ですかね。あんまり興味がないです。もん。

四年に一度行われる県議会議員選挙。二十一の選挙区から五十一人が選ばれ、今日現在で七十七人が立候補を表明しています。選挙で注目されるのが投票率です。県議選の投票率は平成以降を見ると、千九百九十一年に七十パーセントを超えていたのが。 前回の2019年は44.38%にまで減少、4回連続で過去最低を更新しています。若い世代が特に低く、4年前の前回の調査では18歳から19歳と20歳から24歳で、投票率は20%台です。 注目している人とか政策とかってありますか全然なった全然わかんないです上の方30後半から60とかの方が結構出てるなぐらいしか特に詳しいことは知らないです地方自治に詳しい専門家は少子化など長期的な課題解決には 未来を担う世代の意見が大切だと話しますここまで投票率が低くなりますと選ばれた県議会の議員の方々は全体の代表じゃなくてほんの一部の代表になってしまいます、えー、長期的な課題のためには逆に若者が行ってもらわないと困るというような時代になってますので、まあ、あのそういうふうにあの若者の方々もです、ね、その非常にあの 自分たちの一票が重要だとあの価値があるという感じで感じてもらいたい若い世代に選挙に興味を持ってもらうためにはどうすればいいのかこちらのビルの2階である取り組みが行われています鹿児島市でカフェを経営し児童クラブや塾を運営する上野康弘さん39歳です取り組んでいるのは 立候補予定者へのインタビュー政策のほか、政治家を目指すきっかけなどについても質問し、若い世代にも見てもらおうと、で配信しています知ってもらうきっかけを作るというのが一番かなと思っています政治家というと、先生先生って私も思ってたんですけど、結構普通の人だったり、上から目線じゃいけないんですけど。 いや、こんな人でいいのかな？っていう人もねいたりするんですよ。今回の県議選の今日時点の立候補予定者7。7人のうち50人以上と対談。争点の鹿児島市本校区エリアの利活用や仙台原発の20年運転延長についても全員に質問しています。 賛成派なのに賛成っぽく言わないと、こういうずるい手を使ったりとか、中途半端なあの発言にならないように、あなたの意見は何なんですかとこういうのが伝わるような感じで聞くようにはしています動画を見た人からは、子ども医療費について聞いてほしい、判断材料をもらったありがとうなどのコメントが寄せられています。 若者の間では、短い時間で効率よく情報を得るタイムパフォーマンスが重要視される現代。デジタルを駆使し、いかに効率よく政治家の声を届けられるかが、若い世代の投票率アップの鍵を握りそうです。政治って面白いんだよっていうのだと、もともと興味ない人には取り…あの 刺さらないこちらの側がその子たちの興味、関心のあることに降りていくというか、ですねそっちの方に行くと若い世代の受け止めは、まあ。iPhone は常に扱ってるので、それ手軽さはあるこの年代はそういったツイッターとかしてる方がほとんどだと思うので、そういうので知識を得るのは、すごい身近ではあるかなとは思います。 県議会は会期中にインターネットで議会中継などを行っていますが専門家は県議の存在感を高めるためにも活動をもっと発信すべきと提案しますこのまま投票率が低くなるとですね議会不要論というのが出てくるのが心配です支持者以外にもですね伝えるっていうのも重要だと思うわけですね実質上お任せ民主主義自分が